あそこにいるのってシャムロックの峡谷にいるモンスターを倒すにはブリューナクの奇跡というアイテムが必要だが、入手方法が分かる。そうか、明日の攻略まで。シャムロックはまだブリューナクの。よし、シャムロックに勝ったぞ。いや、これだから VR。 みんなもお疲れお疲れ様。なあ、そっお役に立ててよ。あれ、ごめん、酒場にちょっと。わかった、ここで待ってるから取ってこいよ。でもレインちゃん、一体どんなやり方でこの情報。さあ、まあでも今回。そういえばこの使い方はわからないけど重要なアイテムみたいね。実際に使ってみればわかるんじゃないかな。お待たせ。お、おかえり。それじゃ、お、手ごわそうなモンスターだな。ああ、こりゃなかなか。みんな、準備できてる？はい、バッチリですよ。私もいつでも行けるよ。よし、あいつを倒して。ブリューナキリト君、試してみて。よし、お、今度こそ倒したんだね。行き当たりばったりだったけど、とりあえず戦ってみて正解だったな。パパ、このボスを倒したのは。そうか、よし、今回。うん、やった。でもこれってさ、ま、そうだな。キーボー燃えてるな。ああ、そろそろ行こうか。ならどうだ。
だね、キリト君。いけそうだな。びっくりした。スイッチ床だね。近くで何かが動く音がする。扉が開いた音みたいね。大丈夫だな。
て決めてやる。これならどうだ。するよ。先にこのままボッそう。このボスは手強そうです。強敵なので気をつけてください。力が受ける。これで決めてやる。はっ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 
切れたのか。これならどうだ。情報は相変わらず的確ですごいな。うん、そうみたいだね。スメラギ、お前たちにはところでそこの貴様、最近注目のトレジャーハンター、俺たちの動向を把握していたのか。何のこと。まあいいだ。シャムロックが提唱するものは、種族が異なる競争に勝った負けた程度で俺たちから波風を立てるようなこと。それがあんた、なかなかいいこと言うじゃないか。そうい貴様に好かれてどうする。あの時街で会った男が、なれなれしくもセブンと親しげに会話をしていたからよく覚えているぞ。スプリガン、キリトだ。キリト、数ヶ月前から圧倒的な速度で ALO 攻略を進めているパーティー、そのリーダーの名が。俺たちはギルドでもない、ただの仲良し。まあでも、あんたたちシャムロックにしてみればライバルか。いいだろう。なんならここで戦ってみてもいいんだぜ。面白いやつだ。そうか、楽しみにしてるぜ。あれ、
キリト、いや早速バレたんだな、キリト。なんでお前独り占めしてんだよセブンちゃん。俺さ、七色博士の提唱する考え方、あの子が提唱するネットワークにおける社会性ってやつをさ、一度面、それにあんな小さな子が自分の研究のために妙に大人ぶって必死、なんだかかわいそうになってきたというか、放っておけないというか。でも最近本当によくファンというか、王国に攻略に参加するわけでもなく、まったくあいつら何しに来てるのかしら。まあでもスバルトエリアの難易度の高さは、もうプレイヤーの熱心に攻略してるのは私たちと上位ギルド数チームだけ。じゃあ今この新エリアにいる大勢、あの子の追っかけ、そうなのか、残念だな。みんなはもっとゲームを頼む。まあさて、シャムロックよりも先にこの新エリアを、あ、いつの間にか奥の扉が開いてるよ。本当だ、行ってみ、早く攻略してしまいましょう。このレ、ねえ、ここ何か書かれてるわ。これって確かにそうね、古代文字。ということはこのレバーは気流装置、試しに操作してみればいい。お、おい、わあ、おい、気流装置じゃないのか。また箱が出てきた。取り出して、あっ、ダメだ、熱すぎ。大丈夫、箱から出さないよ。ねえねえ、これ熱が関係する場所なのかな。そんなのあ、フィールドにまだ探索してない場所があるんじゃない。見落としている可能性はあるな。カチカチに凍ってて、さっき見つけたアイテム試してみる価値はあり。なるほど、よっしゃ、この熱いのを投げ、それじゃいく。ああ、やっぱり滝を溶かすためのアイテムだったんだ。見て、滝の裏。ああ、行ってみるか。
で決めてやる。はっ、はい、これで決めてやる。スメラギたちが追いついた。スメラギ、スプリガンのキリト、なかなまた会えたな。このキリト、今はダンジョン攻、今はどちらが先にこのダンジョンを攻略できるか。それだけどさ、目の前に強いプレイヤーがいるんだぜ。戦いたくなるのは当然じゃないか。わからんやつだ。決着は、その実力と気概は認めてやる。だが今はだけど、さっきも言ったが、ダンジョン攻略、キリタク、うん、え、あ、どういうことだレイン。それに嘘つきって。なるほどな、お前がどういうことだ。少し前、彼女は嘘をついてメンバーを騙し、シャムロックに加入した。だがギルド脱退後も、登録解除までのタイムラグを利用して情報を得て。いやいや、バレちゃ仕方ない、ね、ごめんね、キリト君。攻略合戦に、まあ姑息ではあるが、これも攻略手段の一つ。潜り込まれた俺たちに落ち度があったのも事実だろう。言いたいことは分かった。俺たちは一旦この場を引く。だからレインに関しては見逃してもらえないか。見逃すも何もない。さっきから俺はこういうやり方もあった。が貴様が勝負を投げるのなら仕方ない。これで俺たちもさ、用が終わった。さあレイン、一緒に。みんな今話した通りだ。彼女にたとえどんな意図があったとして、だからみんなも許してやってく。私は納得できない。シノ、いくら相手が許してくれたとしても、そこまでした理由は何だったのか知る必要。まずそれを教えなさいよ。待ってくれシノ。せっかくあの世界から抜け出せて、こうしてみんなで仲良く、今度こそ本当に楽しくゲームが遊べるって思ってたのに、私は変なしこりを抱えたままプレイはしたくないわ。ごめん。私が悪かったの。もうまた、だからこれ以上友達同士で喧嘩をするのはごめん。レイン、ちょっと席を外してくれないか。うん。みんな気を悪くさせちゃったな。でも俺はレインを信じる。あいつには何か事情。別にシノンさんに賛同するわけ。どんな事情があったとしても、ギルドの内部情報を勝手に使うのはモラルに欠けるんじゃねえか。確かにレインが嘘をついてシャムロックに入ろう、当時のギルド登録データを使って内部情報を入手していたというのは何かの勘違いで。え？はい、私もそう思います。ギルド脱退後は登録情報も。それなのにレインは否定しなかった。きっとお面をかぶってでも何かを隠し通したかった。じゃあどうしてシャムロックの情報を。そもそもあの子が隠してることって一体何なの。それはわからない。でもあいつにとって。みんな冷静になりましょう。私たちはそれに比べればこんな問題大したことない。まあそうかもな。
もちとれ。シノン、そんな顔しないでよ。私はこの世界で楽しく遊びたかったから。みんなありがとう。きっとあいつには何か目的があるんだ。わかった、キリト君に任せるよ。私たちは今までと。そうね。それじゃあ気を取り直して攻略。中途半端で帰ってきしまった滝の裏の遺跡から攻略再開って。ああ、まずはあそこを攻略しない。レインもよろしくな。うん。先に進む。シャムロックに遅れは取りたくない。この分かったわ。頑張ろうね。みんな、今日倒せばクエストクリアだ。一気に行くぞ。みんな頑張ろうね。はっ！
が切れたのか。このアイテムは風の魔法装置、あの紋章ね。キリト君、これが装置というと、この島の中央にも謎の装置が。
装置が。高度制限がなくなれば今まで行けなかった浮島。俺っちが調べてみるよ。うん、アイテム。ぬるっ。おお、アイテム。高度制限機能を解除中。制限解除。制限解除さ。ああ、見て。あの装置って。いえ、トラップというより門番みたいなものだった。ここは戦うしかなさそうだ。あ、なんか敵が近づいてきました。気をつけて。こいつを倒せば今まで行けなかった高さまで飛べるんだよね。早く行ってみたいよな。マナが切れたの。マナが切れた。助かったよ。切れたのか。これならどうだ。さっきの。体の自由が。せい。
行けなかった浮島探索が楽しみだ。そうね、でも油断しちゃいない。集中していくわよ。パパ、敵の体力が残り少しです。島はクリアかな。今回は次の…そうみたいだな。この先は行動制限で行けなかった場所の探索になるの。行動制限がどうなったのか試してみたいぞ。なあみんな、流行る気分。行動制限解除により新たに行ける場所が一気に。アイテムの補給を兼ねて俺の店で軽く作戦会議しね。いいわね、マスターの腕。それじゃあひとまず町に戻ろう。みんな、みんな、コード制限解除。これで今まで行けなかった浮島に行け。お兄ちゃんよかったね。行ける場所が高いところにあった浮島にも行けるようになった。三つの大陸のコード制限があった場所より今まで行けなかった場所にダンジョンとか何かありそうだわ。なるほど、一つ一つ。よし、調べに行ってみるか。オークリンデ、ベルグンデ、グロスヒルデ、